いろんな天気の中でも特に多くの人が恐怖を感じる現象の一つに雷があります。雷は発生する積乱雲によって雲の中にある氷の粒が擦れ合い発生した静電気が一気に放電する現象です。一度の稲光で1から10億ボルトの電圧があるとされ、非常に強烈なパワーがあるので、当然人間が雷に打たれれば1回で命取りになります。そんな雷から身を守るには、雷に打たれない場所で過ごすことが最も大切。建物や車などは雷が落ちても電気は表面を流れて地面に逃げていくため、中に逃げ込んでおけば安全です。ただしコンセントなどから表面を流れる電流の一部が入り込む可能性があるので、建物内ではコンセントから離れた部屋の中央部で過ごすことや、過電流に弱い電化製品は電源を抜くなどの対策も行っておきましょう。パソコンなどでは雷ガード付きのテーブルタップを使用するのも一つの対策です。なお、雷は高いところほど落ちやすく、身につける金属の有無などはほとんど関係ないことが最近の研究で分かっています。建物などがない場合は高い木などから離れて姿勢を低くしましょう。よく雷が鳴るときは雨も伴うため、木のそばで雨宿りしていて雷の被害に遭うという事故のニュースもあります。雨に濡れるのは雷に打たれるよりはマシと心得ましょう。また雷が落ちそうにない平たい海でも、雷は少しでも高いところを探して波頭などに落ちることがあります。海水は塩分を含み電気を通しやすいため、海上に落雷があれば雷の直撃を受けなくても周辺にいるだけで非常に危険ですので、海水浴などで雷の危険を感じたらすぐ海から離れることが大切です。